香港特別行政区立法会。香港特別行政区立法会。香港特別行政区立法会。通称香港立法会。略称、レグコは、中華人民共和国香港特別行政区の立法機関。ミニ憲法である、中華人民共和国香港特別行政区基本法、以下、基本法と表記に基づき設置されている。 基本法第73条により、以下の職務を行うこととされる。植民地時代の立法局を前身とする。1843年に3名の議員が任命され、1844年に最初の会議が開催された。その後、段階的に議員数が拡大され、1928年には18名となった。百六十七年の香港暴動の後、 香港社会の安定を促すため、部分的民主化が図られ、立法局の議員も26名に増やされた。さらに、1973年に46名、1980年に50名にまで増加された。1985年には、間接選挙制度が導入され、選挙団と職能団体が、それぞれ12議席、計24議席を選出することとなった。 その成功から民主派勢力は1988年から直接選挙制度を導入するよう要求した、実現しなかった。直接選挙枠は1991年に導入され、全議席も60名にまで増やされ、さらに香港における政党結成のきっかけとなった。同年の選挙前に香港で最初の政党となる香港民主同盟が結成された。選挙後には、 直接選挙枠で圧勝した民主派に対抗するため、保守派によるツラネ資源中心や左派にいる民主立て港連盟も結成された。1997年の香港返還に際し、当初は立法局の全議員がそのまま移行することで中国、英国間が合意していた。しかし、最後の総督クリストファーパッテンにより選挙制度の大幅な変更がなされ、 直接選挙により選出される議席が大幅増された。中国側はこれに反発し、別途臨時立法会を成立させて、第一回立法会が成立するまでの間に、必要な法令を整備することとされた。1997年7月1日、香港返還に伴い臨時立法会が、立法会に移行した。第一回立法会議員選挙は1998年に実施され、 以降は、会期の最終年に、直議員選挙が行われている。各会期ごとの選出方法別の人数は、以下の通り。直接選挙枠は、主権返還前、中選挙区制、1991年選挙、旧選挙区でマイク議員2名選出、完全連期制、小選挙区制、1995年選挙、20選挙区によって選挙されたが、返還後、 中国政府は、小選挙区制が民主派を圧勝させ、親中派を大敗させたことを考慮し、制度を名簿式比例代表制、厳正拘束名簿式、最大常用方式、部屋奇数で、計算、合選挙区の別集計でマイク一定数の議員を選出に変更した。このような比例代表制は、香港の政治環境では、同一政党が多数名簿として、 選挙へ参加することが多い。その原因は最大常用方式にある。この制度では一名簿で集中投票をする場合、クォーターの設置があるため、複数議席を獲得するには、クォーターの倍数に合う得票数、またそれと近い得票数を得なければなりません。香港では同人営でも多数政党が存在し、各選挙区の議席数も5から9個に限定し少なめに設定され、 クォーターのパーセンテージが高めにしているため、5から9議席だから11.11% 11から20%、1政党での1名簿で、クォーターの倍数、または、それと近い得票数を獲得するのは困難である。また、クォーターの倍数に合う得票数を獲得することが、失敗し、クォーターより上回っていながら、次の倍数に合う数字と距離がある、得票数になってしまった場合、 その得票は、指標になること以外、他陣営候補を乗与票数で当選させる機会が大きくなってしまうことになります。それを避けるため、陣営ごと、政党ごとに多数名簿が出て、票の配分を通じて、陣営、政党内各名簿の票数を当選ラインを超えさせず、乗与票数で高い順位を獲得することで議席を取ることを狙いとし、 名簿一位の当選だけを望むことになった。また、配分がうまくやって、同人営候補を平均的な得票数にさせれば、場合によっては、得票数比例に反する獲得議席比例になり、当人営には有利になる。このことによって、この制度は、実際の抽選局制となり、戦略投票が強いられる状況になった。実際、2012年と2016年の選挙での、 当選者は全部名簿1位の候補者で2位以下の候補者の当選者はなかった。また上位の上与票を得られるならクォーターに合わない得票数になっても当選になる。この特性の上で資源が比較的少ない政党、個人立候補にとっては当選のハードルが低いため2006年創立された社会民主連戦、社民連をはじめこのような政党、 立候補は続々と選挙戦に投入し、立法会内の政治的スペクトルの拡張につなげている。2016年で実施された第6期選挙で、本土派政党青年申請が、急流西選挙区で擁立した立候補と無党派名義として、新海西選挙区で出馬した新中派立候補は、それぞれクォーターの半分付近の得票で当選された。そのような、 票の配分といった選挙戦略を初めて実行したのは民主派である。第一期選挙で出馬について合意に至らず、それぞれに新海日選挙区で立候補をすると決まった当時の民主派の政治団体、前線所属のリタクトと両アカルタダシ氏は、それぞれ12.45%と10.3%の得票で当選を果たした。 当時の新海日選局は5議席でクォーターは20%で、あって民主党の名簿は当時39.21%の得票でに、議席を獲得し、新中派の民立てねは19.35%の得票で上用得票順位1位を得て、議席数は1つにとどまった一方、李氏と梁氏は票の配分によってそれぞれ甘つさえ得票順位3、4位の得票を得られて、 当選に至ったのです。その経験を用いて、民主党は2000年の第2期選挙で、新海日選挙区に3つの候補名簿を出し、3名簿それぞれの宣伝区域を限定することで、票の配分を行い、3名簿の1位の立候補の当選を狙ったが、3つの名簿で、得票数最下位の李英達氏の名簿は、上用得票の順位が5位だったため落選。その後、新中派は、 その選挙戦略をそれ以降の選挙で生かして、議席拡大を果たした経験が多くなっている。2012年の第五期選挙で、民立てねは、深海西選挙区で2000年の民主党のようにそれぞれ三つの名簿を出したが、当時民主党の票が同じく民主派である公民党に流れて集中し、民主党自身の得票数を減らしたため、三つの名簿のそれぞれ上用得票順位3、 6,8位、得票率それぞれ8.72%、7.33%、6.77%で3名簿全部当選を果たした。民主党2名簿はこの区で、上を得票順位9、10位、それぞれ6.58%、5.19%で落選した一方、公民党名簿はクオーターを満足し上与得票が11位、上与得票は、 得票率に換算すると3.38%の達するほどの得票を得た。16年の第6期選挙でも新中派はその戦略を用いて複数議席を獲得している事例が少なくはない。また、職能団体は区内でありながら他の職能団体に属さない有権者のみ全有権者の380万人のうちの90%以上が投票できる区議会。 第2の5議席も、直接選挙枠と、同じく名簿式比例代表制によって選出される。他の職能団体議席30個は、老公会を除き、小選挙区制で選出される。各選挙区の議席数は、以下の通り、立法会条例により前選挙区の議席数は5から9個、までで、それを下回る、または超えることができない。 地方選挙区直接選挙枠の各基創選における投票率パーセントは以下の通り。現在の立法会議員は、香港住民の直接、普通選挙によって選出された議員と、各種職能団体を通じた、間接、制限選挙によって選出された議員の2種類がいる。香港返還当初、基本法は2007年以降、実際には2008年実施予定の、 第4回選挙から全議席を直接選挙枠、普通選挙に移行できる可能性を示していた。しかし、2004年4月6日、全国人民代表大会は解釈権を行使し、2007年以降、とは、2007年ではなくとも良いとして、第4回立法会選挙における完全な普通選挙かの可能性を否定して待った。2005年12月、香港政府が部分的だが、 現在よりは直接選挙枠を増やした案を提示した。しかし、完全な民主化を求める民主派、広市民主派、英語版が反対したため、必要な立法会の3分の2の賛成を得られず、廃案となり、2008年実施の第4回選挙では選挙枠の変更がなかった。その後も2012年の第5回選挙における選挙方法変更を目指した協議が政府、 新中派、親憲制派、英語版格闘、民主派格闘の間で行われたが、2010年6月に立法会で採択された基本法改正でも議員定数が変更されたものの、直接普通選挙の拡大はならなかった。前述の基本法改正では、従来通りの職能団体の30席外、区議会第2という職能団体を新設し、 他の職能団体議席の選挙権がない有権者のみを、この職能団体議席で投票させ、他の職能団体議席の有権者はこの職能団体議席に投票することができない。立候補の資格は、区議会議員に限定されている。また、その区議会、第2は、全有権者の直接選挙からではないから、厳密に言うと、直接普通選挙枠の割合は拡大していなかった。 2014年で提出した政治改革では市民に意見を募集した中、立法会全員議席直接普通選挙下という意見があるが、2014年8月31日では、中国全人代常務委員会は、香港の政治改革意見募集の結果をもとに、立法会全員議席直接普通選挙下の実行は、行政長官の普通選挙下の後実行することとする。 と言い,い、全議席直接普通選挙下は最も早くでも2020年、一番近い行政長官選は2017年からという決定下した。これへの不満も2014年香港反政府デモのきっかけとなる。2015年6月22日では、前述の決定をもとに提出された政治改革法案は、支持8対反対28で否決され、立法会の 全遺跡直接普通選挙下は見送りにすることになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。